元乃木坂46の秋元真夏が、8月19日放送の秋元真夏卒アルラジオ文化放送、毎週月曜深夜1時0分に出演。31歳の誕生日を迎え、夢を語った。秋元真夏、31歳の抱負は8月20日が誕生日の秋元。当番組の開始時間はすでに20日に日付が変わっていることから、放送開始早々、秋元真夏お誕生日を迎えましたと報告した。31歳になったということで、抱負というのを、と誕生日を迎えての抱負や夢を語り始めた。まずは、試合を始めるようなイベントをいっぱいやってみたいと、スポーツ系のイベントへの出演を増やしたいのだという。私自身は運動神経があまり良くないので、自分がスポーツがっつりやるっていうのは向いてない方、とは言うものの、始球式などに参加するうちにスポーツに興味を持った様子、各所の始球式的なものや、試合などを、見たいなっていう願望が新たな夢が出てきましたと告白した。これまでは、番組のアシスタントさんをやってみたいとか、そういうバラエティーいっぱい出てみたりとかそういう夢だったんですけど、またちょっと別角度と、新たな方向性を見つけたと説明した。秋元真夏、子供番組を、いつかやってみたい。また、小さい子と話したりとか遊んだりとかするのすごい好きなので、子供番組というか子供たちと一緒に何かをやったりとか番組作ったりとか、そういうのをいつかやってみたい、とも。以前乃木坂46時代にミュージックビデオ撮影で子供と触れ合う機会があり、それが、すごい楽しくて、その時からずっといつかやりたいなって思ってたと長年の夢ではあったのだとか。その思いが、ここ最近よりやってみたいという気持ちが大きくなってきたと、具体的に叶えていきたいと意気込みを語った。一方、プライベートでは、アユかイワナを釣りたいと、料理上手で知られる秋元らしい夢も、自分で釣った魚を本当に串に刺して塩をかけて焼いて食べたい、っていうのがプライベートの夢と楽しそうに語り、季節が来たらやってきたいと思いますとこちらはどんどんと実現していくと口にしていた。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco.Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.